まあ、帝国学園だから、まあ、基本的に国のために公務員になるやつが多いっす。生徒の進路はやっぱ思想強く持ってもらわないと、あの愛国心あるやつが入る学校なんで、親からのお前はこの国のために働けっていう教育を受けた者たちが、自分の自我も出せないやつらが来た。大体公務員、金持ちのが家系で育って、エリートの家系で育って、このままお前もその親も公務員でお偉いさんとかで、お前もこの国のために働くためにやっぱ小箱に入りなさい、帝国立に入りなさい、勉強して、小学生の頃から勉強してっていう家系もあれば、やっぱその公務員にもいっぱいありますから、コーバス高校から先に行く公務員の人たちにもいっぱいありますから、結構幅広く取ってて、やっぱその学校内にも特進クラス普通とかあるから、偏差値特進クラス、まあ、70までいっちゃうとちょっと、まあ、60後半にしとくか、65から68ぐらいしとくか、70までいっちゃうとちょっと高すぎるわ、普通はまあ60ぐらいかな。裏口入学組がいる、あ、まあ裏口入学ありにしとくか。まあ、こっからコーバス大学行くやつもいるから、コーバス大学なんてあんのか知らないけど、帝国大学入るから、こっから帝大行くやついるから、たまに帝大行く。帝国大学かっこよくね、帝大いいじゃん。フレンとか帝大行ったんかな。いけるわけねえか。